こんにちは。この動画は前回2月投稿の雨男の神コーチ前編の続編後編です。今頃の投稿で大変失礼しました。何卒ご容赦ください。内容は昨年の秋に紅葉の神コーチを明神家までハイクした時のものですが、今回初めて山小屋の明神館に宿泊しましたので、その様子もご紹介しています。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。いよいよ上高地穂高連峰登山シーズンに入りますね。この動画が初めて上高地を訪れる方々や今年の上高地の紅葉ハイクを計画されている皆さんの少しでも参考になれば幸いです。ではどうぞ。皆さんこんにちは、のぶじいです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマ、雨男の上高地後編、初めての明神館泊まりと紅葉の上高地散策。
若林が見えてきました。雨男の紅葉上高地の旅も無事終わりました。若林到着9時50分明治館から明治院家を経て約2時間でした。途中撮影などで立ち止まなければ1時間で歩けるコースですが、ほとんど平坦ですので登山靴でなく出力の厚い運動シューズでも大丈夫と思いますが、雨に対策は必要ですね。この動画がこれから夏にかけて上高地を散策される皆さんの参考になれば幸いです。季節外れの動画でしたが、最後までご視聴ありがとうございました。最後に写真も少し添付しますので、ご興味ある方は見ていただけると嬉しいです。また今後も山歩きの動画をアップしていきますので、チャンネル登録していただけると大変励みになります。本当によろしくお願いします。今年も夏と秋の山歩きを試案中ですが、一つ決めているのは7月の尾瀬の日光湿原日帰りハイクです。気になりますが、この様子もまたアップしますので、ムジーチャンネルでぜひ遊びに来てくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。